赤ちゃんはなんと3つ子でした。先月、旭川市の旭山動物園で生まれたライオンの赤ちゃん、カメラの映像が不鮮明で、これまで生まれた赤ちゃんの数が分かっていませんでしたが、一昨日3頭だったことが明らかになりました。公開された写真には3頭の可愛らしい姿が写っていて、元気にすくすく育っているということです。今のところ一般公開の時期は未定としています。